前節9試合ぶりの敗戦を喫したもののプレーオフ圏内の5位に踏みとどまっているジェフユナイテッド千葉、4月の前回対戦はドローに終わった最下位カターレ富山を迎え撃ちます。降格が決定している富山相手に何としても勝ち点3を奪いたい千葉、まずは14分、町田が思い切って狙うと17分にも町田立て続けにミドルシュートを放ちます。ペースをつかんだ千葉はさらに23分、拾ってここは兵道だ、狙ってミドル。前節は出場機会のなかった兵道がシュートを放つと38分にも千葉の森本の足元、森本のコルシュート、しかしゴールならずスコアレスで折り返します。すると迎えた後半、富山にチャンス。53分、佐古宮清水、宮市ザッタが入った、先制点カターレ富山。動き出し出して遂げての関係もパーフェクトでしたね。宮吉の動き方もまさかの先制を許した千葉ですが、58分、寺田のも通って、そして矢沢抜けて町田山とクロスを折り返した、中に待っている森本、同点ゴール、2試合連続ゴール、森本すぐにエースが取り返しました。1対1、千葉同点に追いつきます。富山の最終ラインは森本のことを捕まえてるんですけど、まあ、やはりこう深いところまでえぐられるとボールウォッチャーになりますよね。まあ、そこでこう動き直されての失点ですね。森本のキャリア初となる2桁ゴール、今シーズン10得点目で追いついた千葉はさらに63分、中村大輔のクロスに途中出場ケンペス、今シーズン12ゴール目で千葉が逆転します。村大輔ですか、素晴らしいボールですね。素晴らしいクロスを上げました中村大輔、そしてそれに飛び込んだケンペス、まあ、今シーズン、ね、こういう場面たくさん見てますけど、J2 こういうラストランクトップにもまた踊り出た中村大輔、そしてケンペス。リードした千葉は68分、累積警告3枚の森本を下げ大岩を投入します。守備固めをしながらも追加点を狙う千葉は76分、矢沢のクロスに走り込んだ井出、これは惜しくも飯田のセーブに合いますが、なおも85分にチャンスを迎えます。矢沢からケンペス、ケンペス狙った、かすめました。ここで試合終了。ジェフユナイテッド千葉ラスト2試合、今季はこれがホーム最終戦、見事カターレ富山を逆転で下しました。